ファシズムの原理は、ジョバンニ・ジェンティーレによって書かれ、ベニート・ムッソリーニの著者名で出版された、小論文である。イタリア百科事典のファシズムの項目の冒頭部分として、1932年に出版されたのが書出である。イタリア百科事典のファシズムに関する全エントリーは847項から884項にまたがり、多数の写真や画像が含まれている。 その、ムッソリーニの小論文は、以下の導入部から開始されている。ムッソリーニのエントリーは、ベニーとムッソリーニのクレジットの行がついている847項から851項までで、ファシズムの原理の以降のすべての翻訳は、この作品による。ムッソリーニは、ファシズムの歴史を振り返り、源流に、ジョルジュ・ソレル、シャルル・ペギー、ユベール・ラガルデルを挙げている。 ムッソリーニの小論文の主要な概念は、ファシズムとは、従来のモデルの拒絶であった。19世紀に与えられたものは、社会主義、自由主義、民主主義の世紀だが、これは20世紀も、また社会主義、自由主義、民主主義の世紀でなければならないことを意味しない。政治的なドクトリンは去り、国家は残る。我々には、これが、権威の世紀。 右の傾向を持つ世紀、ファシストの世紀であると信じる自由がある。もし19世紀が個人主義の世紀であれば、我々は衆産主義の世紀であり、従って国家の世紀であると信じる自由がある。ムッソリーには、彼が以上の考えを持った後の1940年4月に、ファシズムの原理の全出版物を可能な限り、回収させ、 破棄させたが、イタリアやイギリスにあった出版物は生き残り、現在でも世界中の多くの図書館で参照できる。ファシストの国家の概念は全く包括的で、国家の外には人間的、または精神的な価値は存在できないか、より少なくしか存在できない。この理解により、ファシズムは全体主義であり、ファシスト国家は人々の 全人生を演奏し開発し、潜在能力を引き出すすべての価値を含んだ一つの統合体であり、一つのユニットである。もし誰かが今、戦闘者ファッシが創設された、当時の会議記録の断片的な議事録を通読しようとするならば、彼はドクトリンではなく、一連の指針を発見するだろう。この計画は、ギルドへの回帰を示唆するとの反論があるだろうが、全く、 私は、それゆえにこの要素が、国家サンディカリズムによって推進され経済要求に受け入れられることを願う。ファシズムは、科学的あるいは、マルクス主義社会主義の基礎を形成したドクトリンの正確な否定である。社会主義の後に、ファシズムは、民主主義的なイデオロギーの複合体全体を攻撃し、彼らの理論的な根拠と、彼らの応用的、または、 実践的な政策表明の両方を拒絶する。ファシズムは多数派であるという稀な事実を通して多数派が人間社会を統治できるということや、この多数派が定期的な協議という手段によって統治できるということを否定し、普通選挙などの機械的、または外部的な事実によって、 同じレベルにされることはできない人間の修正できない実りの多い利益をもたらす面に賛成する。ファシズムは自由主義のドクトリンに対して政治的及び経済的の両方の側面で明確かつ絶対に反対する。ファシズム、ノエル・オサリバン、1983ピコグラム138、レフェレンシング・ムッソリーニ、エス・ロマン・エンパイアー、バイ・マック、スミス・ペンギン、エド、 1979ファーストパブリッシュドイン1976ピコグラム247ザ・ドクトリン・オブ・ファシズムバイベニート・ムッソリーニ1935フィレンツェバレキエジトレファシズムドクトリンインスティチューションズバイベニート・ムッソリーニ1935アルディータ・パブリッシャーズローマトランスレーション・オブ・ザ1932エンサクロペドジャ イタリアーナエッセイドクトリンズバイムッソリーニ。This translation is by Mr. I.S. ムンロ。From Fascism to World Power.It is part of a 1984 compilation book, readings on fascism and national socialism, スワロープレスアテネオハヨ1984 a primer of Italian fascism book by Jeffrey T. Snap, Olivia E. Shears. マリア・ジー・スタンピの、ユニバーシティ・オブ・ネブラスカ・プレス、2000、マイ・オートバイオグラフィー、ブック・バイ、ベニートム・スソリーニ、チャールズ・スクリブナーズ・サインズ、1928、ドート・トリーナは、競技とも訳される。オおさり版、1983、ありがとうございます。